ここまで来たので、ぜひ選手にはもう頑張ってもらいたいという気持ちと、あとはもう日本のサッカーファンの皆さんが注目している試合だと思うので、アントラーズらしい試合をやって最後は勝ってクラブワールドカップのトロフィーを持って帰りたいと思います。